でも本当にドイツに俺のファンいんのかなと思って <laughs> 気づいたらもう1000人以上来ててやば来てるファンミーティングに来てる人たちが、はい、フリーショーフリーショー1000人ぐらいすげえ声で言い始めてて <laughs> あっこれ超面白い曲げたくないしこれリミックスやろうみたいな周りがそれをなんか社会派ラッパーって言うようになってえそうなのみたいな。<laughs> <laughs> あのトラビス・スコットのユートピアと曲数は一緒にかぶっちゃったすいませんトラビス・スコットのファンの皆さんすいません曲数かぶっちゃいました <laughs> ちなみに僕の方が先に出してましたなのでパクってません <laughs> はいってことで今回のゴールデンラッシュパーキャストのゲストは翔さんですよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございます なかなかすごかったんですよ。あの一番最初の遭遇とか、TikTok で見てくださるんです。もめっちゃありがとうございます。なんかあの結構おすすめに動画が上がってきてて、こう何回か拝見させていただいて出たいなと思ってて。でたまたまこう TikTok こうスクロールして見てたら、あのライブ配信されてて、あこれメッセージ送ろうと思ってインタビューあのぜひお願いしますってたら、オッケーって言ってくれたんで、めっちゃテンション上がって。いや俺めっちゃテンション上がったです。その理由がやっぱその。 まあ、彼女はドイツ人なんですけど、はい、彼女のところのインスタグラムにも翔さんの動画流れてたし俺アメリカにしばらく6年ぐらいいたんですけどアメリカの友達とかも「はい、えこの人知ってる?」みたいな感じでなんかインスタグラムで翔さんの動画流れてきてて「知ってるよ」みたいな、はい、やべえそのタイミングで1週間ぐらいにメッセージ来たんで<ー>マジでやばいですいやこれはあれっすね <laughs> もう偶然じゃなくて必然っすね必然ですね完全にいやありがとうございます <laughs> ありがとうございますごちそうさまマジでいやうしいなえ結構 なんかぶっこんだ質問というか、はいはい、全然何でも OK ですよ。どんな人なのかなってます。な何の人みたいな、ま何の人ではないですけど、あ結構謎だなっていうの結構俺の中であって、いやまマジであの何の人でいいっす、俺。そうなんですか。そう。何の人、えでも元々あの自分アルペンスキーをやってて、で生まれがあの岐阜の高山って場所で。 長野寄りなんですよ冬になるとすげえ雪が積もって小さい時は野球とスキーをやっててでんかスキーの方が結果良かったんでずっとスキーを続けてって17歳ぐらいの時に日本代表のジュニアチームになってその後ヨーロッパとかスキーのレースとかで遠征とかも勢いになってみたいなやってたんですけど怪我しちゃってでその時精神的にすげえ辛い時期とかあと若い時に。 あの父を亡くしたこともあってでスキーってすごいお金かかるんですよめちゃめちゃ。そうですよねなのでこうちょっとこうきやっぱ父大黒柱がいなくなるイコール経済的に厳しくなってこれ続けるのやばいなって時にじゃあ結果残さなきゃいけないしスポンサーも、ね、こう見つけなきゃいけないしそういう状況の中で精神的に辛い時にーパックの CD を こう買ったんですよねな,けなしの<ー>でそれがすげえ自分のなんかこう精神的なマインドっていうかキープしてくれてでその時にこうヒップホップは出やってたんですけど、はい、まあでもこうやっていく中で、うん、まあ一応ある程度は国体も優勝とかしたりとかアジア大会4位になったりとかしてたんだけれどもに、まあ、怪我が理由で代表から外れて、はい、その年次の年とか代表に戻れなくて。 でさすがに将来のこと考えるじゃないですかそうですよね食べていけないんで確かにこれどうしようと思った時になんか海外とか遠征行ってるとあの MTV とか普通にあるじゃないですかで見てるとやっぱりラッパーとか超バブリーな感じになってるし確かにこういう感じそうでこれヒップホップすげえ夢あるなと思ってて昔からはいでまあとある瞬間にあもうこれラッパーなのってなってへー なったはいいものの結局なんか2007年に最初のアルバム出したんですけど「そうなん NeverGiveUp」ってアルバム出したんですけど一応全国リース出したんだけど全く売れなくてしかも独学でやってるから超ディスられたしこれやべえなと思いながらもストリートで手売りなんかもしながらやっていく中であのライブのなんかこう。 集客にこうチケットったりとかいろいろやりながらやってたんですけどなかなか思うように集客もできないしこれどうしようと思っててで2012年ぐらいになんか2010年ぐらいから結構 iPhone があの市場にかなり出回った状態の時にあこの iPhone 使えるなと思ってでラップだけしてても全然なんか俺を知ってくれる人も少ないしじゃ ライフかららててさらけ出そうと思って<ー>で携帯を持ち始めて自分を取り始めてはい、はい、それこそやっぱストリートでこうテレとか<ー>あの集客とかやってたんで警察に職務質問とかもすげえ食らうからああそういうことか <laughs> そうってことで警察来た時とかもそのままさらけ出してったらんかネットでバズり始めてみたいな <laughs> でそっからこの人何の人っていうのが あの流行りがラッパーとしてじゃなくてこの人何の人っていう炎上してる動画から広がるんでだからもう結構何の人っていうイメージだと思うんですねあの世間一般にははいっぱいでちょっと長くなりましたけどはい今日ツイッターとかでも結構見たりとかしてるしやっぱストーリーとかも常に何か動画出し回してるめっちゃイメージがあるというかそうですねなかなかえどやっぱもうな常に流してるんですかどう,どういう感じでやってるんですか,なんかもうあでもも結局その元々 あの横浜で洋服屋のアルバイトやってたところがあって、はい、その頃にもともと2人でやってたんですよラッパー、はい、ラッパを。で先輩みたいな人が当時そのドクター・ドレがフックアップしたラッパーでザ・ゲームってラッパーがもちろんご存知だと思いますけど盛り上がってきてる時にすげえかっこいいと思ってて、まあ、僕は入りーパックとかビギーなんですけどななんかんか。 すげえなずみたいな苦動してるしなんかめちゃめちゃかっこいいみたいな思ってってでその後あとに「ブラック・ホールス・スティート」の例えたんですよねゲームのでゲームにその先輩も入れたんですけどうん、うん、入れて送ったゲームから直接なんか帰ってきて会いに来いよみたいな感じで来て<ー>でその後にその先輩 一応日本の代表って形でブラックオールステイトジャパンみたいなものをはいはいでゲームの CD とかミックス CD とか日本でこうさばいたりとかそういうことも一時期やらせてもらってて<ー>そうそうっていう感じだったんですけど何の質問だっけあのついに動画とか企画とか考えたりとかんなんですけどうん、うん、結局 ストトリートでやっぱりこう物を売る期間が長すぎて LA に行った時とかも普通になんか俺の CD 買ってよみたいな形で向こ,うの向こうの人たちが来るじゃないですか <laughs> そ,っち、ね、それで、はい、あ向こうって結局まずはミックス CD 出してストリートのプロップス得てライブが盛り上がって最終的にストリートで盛り上がってるラッパーがメジャーにフックアップされてビッグドリーム掴むんだって流れをなんか感覚的に覚えて。 <で>はい、あっちは俺もそそれれ見でで日本にっってかそれやってかやたんですよねうんなんだけど批判が殺到するばっかりでそれやると <laughs> それででもそれが癖ついちゃってるね要はハスラーマインドが癖ついちゃってるんで <laughs> はい、はい、なんでこう携帯持っても携帯を使っていかに毎日ハッスルするかしか考えてないんで<ー>それがその更新頻度とか動画撮ってこうバズることだったりとか <laughs> だからそういうなんか CD を手売りするのがネットを使っていかにハッスルするかっていうそのマインドから こういうやうちんかやっぱその <laughs> 俺も結構この仕事柄っていうのもあるし昔からミュージック業デオってたんでやっぱ若いアーティストだったりとかラッパーで食いたい。 食っていきたいっていう人と結構話す機会がめっちゃ多かったんですけど、はい、やっぱなかなかみんなそういうコンテンツを自分で作ったりだったりとかはする人結構少なくて、まあ、もちろん音源はやっぱっラッパーとして最低限必要じゃないですか、はい、でもそれプラスでじゃあこうどうみんなに広げていくかみたいな動きを結構なんか積極的にやってない人も結構多いのかなっていうイメージはなんとなくあったんでそれの対却にいる翔さんの動き方がすげえ俺的にはおもろいなしおもろいしなんかすげえなってまあリスペクトだなっていうのめっちゃあったんであれとか企画とか別に考えてないですか あで企画もなんかその日思いついたことをそのまますぐやったりとか意になんかで面白いことを頭に前に置いてくるんでまあなんか昨日も「箱から」っていうちっちゃいなんか映画館の端っこにあるあの中で。 あの薬物やも大きく叫んだら外に響くのかなみたいなのがやってなんか響いて結構なんかツイッターアップしたらさっき延長してましたけどすげえ延長してたんですけどはいまあでも結局まあメッセージは広がるんでそういう意味ではありかなそういうことですよねそうですねなるほどですねえラップをしばらくやってなんか俺も張さんを知ったきっかけが薬物はやめろなんですよ、はい、やっぱ多分結構大体の人だと思うんですけどあれはいつぐらいのタイミングで出たあれはえっと OTGenesis がココを出したのが2013年4年後だったと思うんですけどでそこでやっぱストリートでやっぱミックス CD あの売ってたんであの海外の売れてる曲をのインストをとにかくその自分もフリースタイルみたいな形で乗っけてでストリートマネーっていうそのまあ当然インストを使ってるんで正規で売れないじゃないですか。それを シリーズ化して作ってたんですよね。あ、そうなとにかく海外のレテイ曲の、はいはい、でその時にオーティージャンシスのココもリミックスでやってて、はいはい、なんだけどそれがなんかあのビートたけしのテレビタックの社会 テレビタックルで社会派ラッパーって形で取り上げられてやべえこれリミックス,リミックスだやば,いやばいと思って著作権的にマジえと思ってで速攻その日本人のビートメーカーに電話してあのリズムを若干変えてビートは全く変えてもらっていいみたいな形で作り直してで歌ってる内容はもう全く真逆だし日本語だしこれ絶対著作権的に引っかかんないよねって部分んでそれで作り直したんですよね。<laughs> ああそそそそういうううういことだだったん うん、それがスタートだったですねその <laughs> 薬物やめろはえじゃあ出してその自分が何かやったっていうよりかはそのテレビに取り上げられて広まったって感じなんですかねある程度は広がったんですけど一般人がストリ、はい、例えばあ街歩いてて「ショーだ!」って言うまではなんなくて結局広がったのはなんかあの職務質問を iPhone で撮ってるものが広がったですんで, <laughs> で警察官に職務質問をくらった時に「いや俺薬物はやめだ」って曲を作ってるんですよって言ってそれが。<laughs> 広がったっ、ね。そうですね。見たです。ツイッターでそうなんかお前がやめろとか書かれてて、ね。そう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  <laughs> それがすげえバズって。<laughs> <laughs> うんだから高校生のなんかツイッターから広がったですね。ああそうだったんだ。うん、ええー、結構やっぱストリームがって上がるしか。ちょっとあれだけかもしれないですけど結構上がったっすけどそうっすね。ストリーミングも上がったし。うんはい、でもなんだかんだ実はそのアルバム七枚出してて俺。 結構そうですすよね見たなんだかんだ出しててなんだかんだ自分の何だ作品作りにはすげえこだわっててだからそこに最近は少しずつ移行してきてくれてるからみんながそれはすごい嬉しいけれどでもすげえ難しいなと思ってそこばっかを広げようと思うと結局そこ そこに誘導できない場合が多いから、ああそうです、ね。うん、だから役目をやめるだけバズっちゃって、<う>他の曲とか聞いてもらえないことが多いとからそうですよね。そ,そうそうそう。それでなんか自分の中で、あ、やりたいことやろうと思って、でその後になんかもう結構すごいシンプルな、I Like Sushi とか、<laughs> あの片岡ゴールドベンツとか、<laughs> なんかそういう曲出したら、はい、なんか伝わる時に海外で結構バズり始めて、はい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 。 でそこでなんかこう伸び悩んでたものが一気に吹っ切れた感じあるんですからねえ、うん、なるほどですねそうすねえ結構なんかこれちょっと見てたんですけど結構昔から YouTube 投稿とかもしてたんですもんねあしてましたね一日なん,かなんか毎日投稿を1年間やってたみたいな<れ> YouTube でフリースタイルとか、はい、そう2012年に、はい、もうそれも iPhone ですけど、はい、なんか自分手取りしたりとかスタッフに取ってもらって、はい、毎日それこそ海外のインストで、はいうんうん 毎日フリースタイルやってました、ね、それを毎日 YouTube にアップしてみたいなのを <laughs> すげえ2012年って言ったらやっぱ YouTube 流行ってなかったぐらいじゃないですかまだそうっすねううすだからもう流行る前ですよね、うん、すげえな毎日投稿してるんだもんなでもそれが今はもう結構 TikTok とかも出してるし Twitter も出してるしっていう感じで広がってったみたいなそうっすねでその中のなんかこうやってると、うんうん、多分アイザックさんとかもそうだと思うんですけど、はい なんかこうネットとかでいろいろ調べながらやってるとその,時のなんのトレンドとか勝手に情報として学ぶんじゃないかでそのなんか自分の直感とこれだと思うものに対してインターネットと向き合って付き合っていくっていうスタイルが今のスタイルになってるのかなっていうのはあるるですよねなるほどす、ねうん、割と結構ずっと携帯も見て,てなんかそてキャッチしてお TikTok 今来てるじゃんじゃあ TikTok のせめてよあとは、まあ、周りの情報とかも聞いて,聞いてみたいな。 ちなみになんかまあちょっと音源の話にはどうん,どんなっていきたいなっていうのはあるんですけど、はい、結構その、まあ、いろんなテレビでも取り上げられてると思うんですけどまずあれですよね自分のレーそうですね <S S 一応個人で「S☆TIME,」っていう、はいはい、レーベルをやってますねはいはい、はい、なんか一時期その「れそこそザゲームの入ってた ザ・ブラック・ーール・スリででしたっけそうですねのところにも入ってたえっとそこのジャパンはその一個上の <はい S 1> 一個上ってか僕の先輩の,の G3 って人とやってたんですけどその人が結構メインでやっててでその人は一応メジャーから契約その後として出したんですけど <はい S 1> なんか自分の方はなんかこう、まあ、タイミング的にやっぱこう自分の。 やりたいことを自分のレベルで立ち上げてやったらいいのかなと思ってでその辺からもう完全に一人でやるようになってっていうのが2007年ぐらいのタイミングですね。レベル作ぐらいでやっそうですねそうであとはまあ周りのスタッフとかあの、うん、今までの仲間だとか一緒にイベント打ってたそういう人たちとこう役割分担してやってったって感じですねうん、うんうん、あイベントとかも打ってたんですかでイベントももってましたね横浜でも 2か月に1回とか打ってたしや<ば>あと渋谷でも <はい S 2> 打ってましたねへえ<ー>だから一時期裏方もやってましたね出演者こうラッパーとかすごい出して自分はもう裏方でっていう時もあったですねああそうだったんだそう,そ,うそれもやっぱハスルマインドでもうイベントやりましょうってなイベントもそうやっぱり儲かるよなと思ってそうそうそうやっぱもっかるんですか 僕はそんな大して儲けなかったですけど赤は作んなかったっすよね毎回常にちゃんと利益叩き出してる、ね、そうですねっていう感じだったっすねなるほどですね、はい、でも結構やっぱ自分で CD っていう人が写真しゃってたじゃないですか、はい、だか結構やっぱそういうのを生かしたりするんですかやっぱ集客とかに生かしてるし、うん、そうですねあとやっぱ僕には先生がいないんでだからそれこそその JG の本とか買ってあそっか JG は最初あの コカインのディールやって、はい、そのコカインがじゃあそれが、えっと、次は CD になってでチーム作ってそれで売ってそっからどん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 転換してって今はなんかこう、うん、レーベの代表になってあとブリックリン・メッツその代表権半分持ってとか。 すごいいじゃなでいだからなんかそういうのをなんか自分なりに勉強しながらも<ー>日本で自分だったらじゃどうやってやっていかなきゃいけないのかっていうのを考えながら今も模索しながら戦ってますね。なるほど <laughs> 日々 <laughs> 日々,日々、はい、コンテンツディールしてそうですね <laughs> はい <laughs> え今はイベントとか音源でコンテンツ作りが十日のことやってたりするんですかあとは そうですねライブ音源、あとは TikTok ライブとかも最近、あそう発生してますね。発生じゃん。TikTok ライブ発生。えどんかの日ので TikTok ライブやってるんですか。やんない時は全くやんないですけど、あのスタジオ入ると困っちゃうんで、でもやる時は毎日やったりしますよ普通に。TikTok ライブ毎日？一時間二時間とか。は時間二時間やったりもしますね。すげえな。 で俺 TikTok ライブやったじゃないですか、はい、マジで TikTok ライブ何すればいいか分かんない俺がいて結構なんかむずいなみたいないやいやだってめっちゃうゃるのめっちゃうまいじゃんそれはやっぱ誰か喋る人がいるとすげえやりやすいんですよは、はいはい、話す相手とかいると、えー、でもなんか自分でこうやってんのすげえ苦手でどういう話をしてるんですか TikTok ライブそそれこそだから、はい すげえ悩んでて自分も基本は歌とか歌うようにしてたんですけどそれだと全然投げ銭とか飛ばないしあんまり安売りもよくないなと思って最近だから歌を歌うチャンネルと歌を歌わないチャンネルに分けてそっちの方を結構回してですね歌わない方を歌わない方は普通に飯食べたりとかご飯食べながら「ああ今日のこのチキンうまいね」とか。 超シンプルに。シンプルな。こ <laughs> んな感じですね。なるほどですね。うん、<laughs> あとはそうですね。あとはあの、この前だと、ココスのファミレスで、はいはい、あの。 起きながら喋りながらやってたらいや店内でもライブ配信しちゃだめだろうとかってすげえ怒られてそれに対して本当にだめなのかなとか,ってそのなんか言いながら来てたりし一1時間ぐらい喋ってるみたいな <laughs>、はい、おもろいっすねちょっといやらしい話していいですかいいす、ね、長線どうしたらもらもえるんですか、ね、投げ銭は <laughs> いやでも結局なんかやっぱりその。 お金もみんなが多分必死に稼いでるお金なんでやっぱりこうその分自分もエネルギーとメッセージをしっかり伝えてっていうのは絶対じゃあと思うっすね。そういうことっすね。うんだからそこを求めちゃいけないから。かだからむつすげえもう五次元ですね。三 <laughs> 次元四次元取るだけでるけど五次元。五次元行かないとダメです、ね。<laughs> <laughs> えでも結構あれですよねメッセージとかも結構まあ強いっていうか結構まあ薬物はやめろっていうのはまた結構まあつ、はい、強めだと思うんですけど、はい、あれは何について歌ってた脱法ハーブについらそのこラ、はい、脱方ハーブあと合法ハーブでも全然その。 法律的にはよくても周りのやつがやっててすげえなんかバイクで事故っちゃったりとかんかけんかっ早くなっちゃったりとかんかおかしな症状になってるやつが結構多くて周りにそ,、ね、そのタイミングだったんでその当時は結構そこに向けて作ってる内容が多かったっすね、うん、ダッハハーブゴーハーブゴその時期はもう俺あんまりそういう多分まだ高校生とか中学生中学生とかだったのかなやったんあんま分、うん、かんなかったんですけど。 何で薬物について話してんのかなみたいな曲気,気になってたんで、うん、あとはやっぱりそのケミカル的なものに対してはかなり強い感じではあったっすけどで,す、ね、でも最初作った時はもうそんなこと全然考えてなくてさっきの流れで、うん、とにかく海外でヒットしてる曲のリミックスを作ってたからあここオーティジナスあなんかバスライムスがフックアップしたらラッパめっちゃかっこいいこいつみたいな <laughs> 思ってあ 焼くブーツはやめろ <laughs> あこれ超面白い毎着だしこれリミックスやろうみたいなだからそのこと全然ふ <laughs> 何にも考えないその <laughs> ただ周りがそれをなんか社会派ラッパーって言うようになって <laughs> はい、はい、えそうなのみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> ところからなんかそういうところからあこれ運命なのかなっていう確かにね <laughs> そ,う、まあ、そういうことですよね、うん、まあそこがねよくも悪もそこからスタートしちゃったり、ね、だ,だからなんかとにかく政治家じゃないからやっぱりその時の感覚で言いたいことをい歌いたいっていうか、うんまあ、う何かこれ言っちゃまずいあれ言っちゃまずいだと面白くなくなっちゃうから、うん、かもうその時の感覚で自分が言いたいこと言って。はい っってていいうのはやっぱり作作品作りにすすごい大事にしてですね、はい、なるほどですね。はい、えじゃあ割となんか曲作る時はこの曲作りたいなって思うよりかは割とそのビート聴きながらとかって感じなんですかね<え>どういう、えっと、まずビートをもらって、はい、そこから作る時もあるし、うん、逆もあるですねあこのメッセージ絶対伝えたいから今、うん、これに合う感じのビートチョイスしてとかっていうのもあるですね。 そう感じなんですね。すね結構早いですか？作れるの早い時はえっと坊主に髭とかはもう一瞬だったんですけど。<laughs> はい、あのかかるものは本当に1ヶ月とか。ああ、そうなんだ。もうなんかやり直してやり直してレコーディングし直してっていうのはあるんですね。はい、ああ、そうだったんですね、はい、え。あれなんすか？プロデューサーとかついてるんですか？自分のもういるし。はい、でもお同じビートメーカーだけだと。なんか自分は？ なんか別の畑のビートとかも急に使いたくなるんで結構分けてますねああで結構そのタイミングでとかタイミングだったりそのちょ自分の直感だったりとかね結構なんか俺びっくりしたのがあのー「88マフィア」あはい、ティックトッカーは「88マフィア」のビートですねそうですね,パレ,そうですねパレスが、はい、えっとパレスととパレスと 最初パレスがなんかビート俺のビートを使っていいよみたいな形で<ー>それこそ,そのゴールドベンツがバズった後ぐらいに<ー>だから1年半前ぐらいですかねに送ってきてくれててビートをはい、はい、でそのころは多分エイマフィアのサウスサイドとかとパレスとかも仲良くやってる時期だったと思うんで今んか2人ちょっと仲悪いのかちょっと分かんないんですけどエイマフィア出ちゃったのかどうか分かんないんですけどそのビートを1年半に結構10曲ぐらい回ってたんですよね。 彼ですからいいもうすでにこれやべえと思って <laughs> それやばいっすよね「エイトエマフィア」だし「じゃやべえ」うわ来た!」と思ってたんですけど <laughs> <え>なんか聴いててリリックとか前下りてこなくて、うん、だから t i k t o k ク r も今年に入っていきなりビート聴き直してて「うん、うわっこれで作ろう!」ってなって、うん、あそういう感じだった、ね、んだだからもらったらいいけどあと8曲ぐらいは、うん。 まだ眠ってます。眠ってるんだ。え、それはマジで、もうくれたんですか。っいいそう、マジっすか。すごくね。でも、それが、いや、まだ言えないけど、他にもすごいプロデューサーから、今、め、あの、ビートもらってるんで。マジっすか。ちょっと楽しみですね。いや、楽しみですね。なかなか、その、なんか。あの、前までは、本当、だから、ビート、高い金出して買ったりとか、すること多かったんですけど。なんか、最近は、結構、世界中のビートメーカーから。 おい <laughs> の,のビート使うかみたいな形で DM きなてきて <laughs>、えー、ビート送ってくれるようになってきてるんで、はい、今ビートがたまりまくって <laughs> やばいんですよ最強じゃないですか本当感謝っすねそれはマジで <laughs> やっぱなんかその、まあ、結構ちょっと、まあ、ここいろいろ掘ってたらちょっと難しい話になるとも思うんですけど、はい、結構やっぱ日本で結構独特な立ち位置であるじゃないですか、はい、多分で,でもやっぱ海外でめっちゃ評価されてるじゃないですかはい それこそさっき言ったみたいに、ね、俺が翔さんの動画を送ってきたのを海外の人たちとか、はい、やっぱそれがすげえなってまず何よりも結果として出してるっていうのがすごいなって俺はめっちゃ思っててでそれはその海外に向けて作ろうっていう意思がもともとあったんですかそれとも割とその流れでそうなったみたいな部分はあるんですかえっとどうだろう あでもとある瞬間とりあえず日本人で海外でスターになってる人の本とかを読んだんですね。うんはいはい、ああなるほどですね。まずそれはコロナのタイミングの前ぐらいのタイミングで読んで自分なりに海外でどういうものが受け入れられるのかっていうのは勉強はしたっすね。そうなんだだけど 本当に海外狙ってっていうのはないですけど自分が作りたいものを作ろうとは思ってるんだけれどもでもやっぱそういう本とかそういうもので学んだものとかあとは自分の直感で世界でこう人気のあるアジアの人とかを自分なりになんか見てたりはしましたね。 音楽ではないからそれーアートの人とか、うんねはい、ちょっと名前ちょっと言わない方がいいかもしれないけど <laughs>、はい、そうですねそういうのあったですねなるほどですねやっぱどのタイミングですか,やっぱあれっすかオールドゴールドベンツの前ぐらいのちょっと前ぐらい,前ぐらいにそうですねったんすか結構それともそれ読んだ後に読んだ後にバズったですねそうなんだ だから結構俺の人生本に助けられてるですねああ結構本読むタイプなんですね、うん、でお前だって漢字読めないじゃんこいつとか言われるんですけど <laughs> 漢字すげえ読めなくてあ読めないんだなんだけど <laughs> 一応何たく分かるじゃないですかあの <laughs> そうですよね読んでるだから意外とだからそのそうなんですよねやっぱ先生がいない分、うん、<laughs> そうなんだ結構頻度高く本読むんですか 最近はあんまり読んでないですけど読むときは読むっすねあそうだ何かこう悩んでいるときとかうん、うん、これどうしたらいいのかなってときに、うん、やっぱ探してるんですよね Amazon とかで、うん、本探して買ってみたいなのあるですね今まで読んだ本で一番良かった本とかあったりてこれみんなにおすすめだよみたいなああ、あでもやっぱり、うん、いろいろ自己啓発系の本とかも読んでるんですけど、はい まあでもなんかラッパーとかだったら JZ の本は読んでほしいですよね。あやっぱそうっすよね。うん、JZ はすごいなんかラッパーの成り上がりの、ね、教科書版オンはみたいな、ね、そうそうそう,そうだったっすね。うん、なるほどね、うん、ちょっと読みたいな自伝みたいな感じですかですね。え なななるほどですね、うん、そうなんだえちなみに、うん、まあ,のあとはあ,の、うん、あの映画も良かったの『ヒフティセントのあのゲットリチョア大トレインとかあれとかもなんか,かったっすよねなんかこうはい、はい、ラッパーのなんか成り上がり的なものがもちろんあの「エイトマイル」のエミネムとかのでもなんかあれはこう本当にラッパーとしてのあるべき姿っていうかうん、うん、で『ヒフティのゲットリチョア大トレインはなんかこうそこにプラス実業的な部分も入ってるから、うん、なんか。 リアリティがあって面白かったですよねなるほどですね、はいえー、この辺は見た方がいいいいですか絶対見た方がいいんじゃないですかねラッパーならなるほどな結構なんかその俺的に結構やっぱハスラーってさっき結構考えてきてると思うんですけど、はい、俺結構そういうイメージあって、はい、やっぱベンツとかもそうだと思うし動き方とかもすごいハスラーだなーって思うんですけど一、うん、日っていうかその生活の流れ見てはどんな感じなんですかスケジュールというかえっと 最近ですかそれとも前前から行きますかとだったら五年まず最初10年ぐらい前はもう自分の時間っていうよりも人の下で仕事してる時間が多かったからそこにすごい費やしてたの時間を。なんで朝行って店掃除してとかでこう時間を消費してっていうのが多かったんでその。 自分の時間以外の仕事終わった後とかにスタジオ行ったりとかうん、うん、あとは仕事中にちょっと人目盗んでサボってリリック書いてとか、はい、<laughs> そういうのあったんですけどだから自分の時間以外にラッパーとしてのことをやってたんでそもそも自分の時間がなかったんで,うん、うん、で5年ぐらい前からはもうなんか朝起きたらとりあえず外走ってうん、うん、でまず太陽浴びて、うん、で。 髪の水を飲んで、はい、<laughs> そして、えー、リリックを一番いい時間に書いて、はいはい、でその後ジムに行ってトレーニングまたして<ー>でその後ぐらいに次プロモーションまあそれはストリートなのかはい、はい、ライブなのかネットなのかみたいな感じで分けてやってみたいなのを送ってたっですね。 で最近は、うん、結構その配信とかも時間かけてるんで、はい、あのトレーニングとかするけれど結構カオスな生活してです、ね <laughs> はいそうですねまずもう朝からとやっぱ配信とかコンテンツ考えてるとか,どうですか朝調子いい時はやっぱ朝その曲のこと考えるんですけどやっぱりこう配信のことも考えるし。はい YouTube のことも考えるしあとはもちろんその事務所もやってるんで一応まあ事務所の,あのメンテってのもするしあとはあのアパレルもやってるからこの渋谷の,あの予約制のお店のことやったりとかだからやること多すぎてだから最近は逆に絞っていかなきゃいけないなと思ってですねもうちょっとあ,のある程度ラッパーとしてもう少しこの時間を。 かけなきゃいけないなっていうのは、俺の中の課題ですかね。ああ、そうです。ねうしいろいろやってるですよね。え、事務所っていうのはその、えっと結局僕やっぱりメジャーと契約してないんで、自分で自分自身を売り込まなきゃいけないんで、あの埼玉の三里に今事務所やってるんですね。はいでそこでなんかこういろいろマショ自身を売り出すための、はいって形でそこにこうスタッフ来てもらったりとか、はいはい。形でやってるんで。なるほどですね。そうですね。そうですね。 アアパパレレルルももやってるんですねまそうです、ね <S, はい、<S, S タイルそう、S、タイムっていうブランドでやってて <S, S タイムもたまにこうポップアップやったりとかそういうことも企画してやったりとかはい、はい、あと、まあ、渋谷の方はやってますんで新商品作ってデザインやってとか、はい、えってるんですかデザイン自分でやってパソコンであのイラストレーターとか使えないんで、はい、それをこうしっかり起こしてもらって。 でです,でうっすでまああったりとかしてで、はい、パターンを起こしてもらって、まあ、素材から全部選んでっていうゼロベースから作ってるものもあるしあとはあの、まあ、グッズとかはもう本当にありものもともとあるベースのものにもうプリントだけやってみたいなっていうのもあるんですね。 あとはやっぱり日本だけじゃなくて海外とも作ってるんで海外とやり取りして中国でそれこそ作ってるものとかもあるし結構海外行ってるイメージもあるかもしれないですそうですねでも年に何回かは行くようにはなるべくしてですねあそうだねはいだからこの間ドイツ行ったって言ってましたねそうですねドイツ行っていやなんかあの TikTok ライブとかやってるとどんどんその海外のコメントが多くなってきてで特に「片落ちゴールドベンツ」がバズった時ぐらいに一気にドイツからのコメントが増えたんでこれ行っても本当にドイツに俺のファンいんのかなと思ってで行かないと分かんないよなと思ってでドイツに行ってでベルリンのブランデンブルグブランデンブルガトワ。 自由の,なんかこの象徴のような場所の結構いい門があるんですけどはい、はい、立派なで広場なんで,はい、はい、でネットで調べたら意外とドイツってそういう広場とかで音楽やったりとかはい、はい、そういうのがこう日本ほど厳しくないっていうあ芸術に対してんかあじゃあここでちょっとなんかみんなで集まっても大丈夫かと思、はい、ってで、まあ、前日にそのブランデブルグットアで「明日俺ここで何時かでやるからみんな来てね」みたいな形で行ってはい、はい、やったんですよ。 ファンミーティングをうん、うん、でまあ15人来たらいいなと思ってたんですけど開けたらもうどん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 人来て気づいたらもう1000人1000人以上来ててやばで人来すぎて <laughs> でもうもみくちゃになってで最終的に警察来てストップになっちゃって <laughs> っていう形ですね<ば>で次の日になんかドイツのメディアニュースみたいに取り上げれててでそう,ででそうタイトルが「フリー,ショーすよ <laughs> <あ>俺警察に捕まっとることになってて」 そういうことあかそうそうそうでんか TikTok とか見ると警察来てんか僕が仲裁やってる時にあの来てるファンミーティング来てる人たちが「フリーショーフリーショー」ってみんな1,000人ぐらいすげえ声で言い始めててすげえことだってました捕まったと思われたんだでメディアに取り上げられてまあでもまあ目的はそれとファンミーティングやることとあとまあビデオ撮って ことだったのでまあ仕事はしっかりして、まあ、帰ってきましたけどうん、うん、すげえないやでも嬉しかったですね,すねまさかまさか本当に <laughs> 広がってるし本当に会いに来てくれるなんて思ってなかったんでこれなんか手応えとあとまあ感謝ですよね,すね本当に。なんかもともとスキーで日本代表の時にヨーロッパでこうレースとか出てたんでんかまた別の形でこうラッパーになってこうまたヨーロッパに戻れたのはなんかすげえなんか よしって感じだったですね。やばいですね。ねいいなあ。え、結構海外であのライブとかはしないんですか。海外で、はい、えっと昔あのニューヨークの、うん、えっとハーレムの小さなバーとか、はい、なんか知り合いのラッパーが向こうに住んでてそこでやらしてもらったりとかはあるし。 あとこの前は中国で中国の北京に呼ばれてライブやってきて箱パンダン成で中国は今その TikToker って僕が出した曲が曲がバズっててそれを歌ってきたっすねそうす次なんか上海でもやってくれとか広州でもやってくれって来てるんでまたどっかのタイミングで中国も行きたいっすよねやばンターナナショルやな いや気づいたなんか <laughs> そうでも本当に<う>でもやっぱり、うん、そういうビートメーカーとかにも感謝するうん、うん、そのタイミングでいいビート送ってきてくれたりとかでうん、うん、やっぱなんだかんだそうっすね恵まれてるところあるっすよね、うん、そういう部分ではは、うん、やっぱ自分はそこまでラッパーとしては。 自分の中ではまだまだ好きでももっと磨かなきゃいけないしそういうところの中で恵まれてはいますよよねね感謝すすごいないやでもやっぱその海外の人でも楽しめる聴ける盛り上がれる音楽やっぱ音楽ってやっぱ言葉を超えるところがいいところなのかなっていうのは結構俺も思ってるんで、ねはい、それで実際に世界に届けられてるっていうのはもうすげえ才能だし実力だろうなって思うしやっぱ。 なんか中毒性あるですよね。あ、本当ですか。ありがとうございます。うん、めっちゃもう一回聴いたら忘れないですもん。いや、それ嬉しいですね。はい、でもなんか聴、うん、いてる音楽とか全然なんか超ギャングな音ートバックなんですけど、ね、<laughs> そうなんだ。<laughs> そうなんだ。結構ギャングな感じのやつ聴くんですね。そうそう多いですけど、はい。例えばどういうの聴くですか。 ここ数年はなん当ポップスモーグとかファビオリンとか、はい、ちょい前とかは結構トラップになるんですけどチーフ・キーフとかっていうかこの前やばいことがあってチーフ・キーフと一緒にこうビートメーカービート作ってる d j k e さんって人がいるんですけどチーフ・キーフがなんか俺があの「ティー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 いていくとかってあの踊ってる動画をなんか見つけたらしくてインスタで、はい、それを d j k e さんにこう送ってて。はい でチーフキーフにも認知されてんじゃんみたいな。やばいっすね。<laughs> でチーフキーフ結構好きで、あの don't like、<laughs> Don right? ねねねね don't like <え>からから I, I like、I like すしすしがうまいたりしてるんで。なるほどういうことか。<laughs> かあのフローがめっちゃかっこいいと思って、そっから I like のあの I like みたいな。なるほどで、ねはい、だから結構そういうどっから結構影響されたりしてるんで。うーんなるほどですね。そうなんです。だからそうん。それやばいっすね。そうなんですよね。だから結局その今。 影響を受けてアートになってるものがもろギャングのやつらの音じゃんっていうのが感じ <laughs> までも確かにそこかもしれないですよね何かちょっと俺いや何何なんだろうなって思っててやっぱその曲って頭に残んねえとだめだと思うんですけど聴いててすげえんかめっちゃ頭に残んなっていう乗れるなって思って何なのかなって思って今ちょっと聴いてすごいパッときたのが多分そのギャングな音に結構低音がちめながっつりトラップ取れるみたいな。 ごっつい音に、結構ちょっとそのみんなが、その共感できるような話題と。ちょっとクスッと笑えるような、単語だったりとか、なんかそういうあとこの。レベリティブっていうか、この、ずっと、その。同じ単語の中並べたりとか、してんのが、こう、耳に残り良さようかなって、なんとなく今ちょっと聞いて思ったっす。なるほどっすね。はい、分んなけど,など、そうなんだって。思って、テックトッカーとかはいはい、はい。なるほど。確かに。バ,バレンシアガとか。ババババ,バ,ババババレンシアガ。 あ、これはちょ俺のターンなるわけですね。ババババレンシアガババババレンシアガバレンシアガバレンシアガババレンシアガ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 ババババレンシアガシアガバレンシアガシアガ。 G いじゃん、い、e、いじゃん、バレンシアが G じゃん、買えばいいじゃん、じゃんじゃん、モデル今日もおしゃれじゃん、俺が袖を通すものはすべて勝ち上がる、わかる、これがラッパーまず、目立つ稼ぎ笑う、B-Boy から B-Boy、B-Boy から B-Girl、もう常に進化スタイル、おしゃれ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 、しいて今日もスマイル、人生一度きり今日もおしゃれしいて楽しく、あいつもあの子もあの子もあいつも震われ今日は楽しく、トレンド取り入れてる今日も俺は S タイプ。 えざい,ます <laughs> いやーいいですねうんうん、うん、わもうめっちゃあれ、うん、も結構あれですよねま結構前に聞いて2018年とか結構まあ2000そうですね2018年ですねとかですよね、はい、でも最近ですかやっぱバブ結構 t i ここ2週間前に、はい、なんか海外のなんかインスタですげえバズってるなんか動画投稿してるところが、はい それ俺の動画取り上げてそっから今一気にまた「ババババレンシアがバズる始めた、うん、バ <laughs> やばいっすね2018年の今バズるってすごくないですかそうっすね、はい、でも俺なんか2018年の時にもっとバズるなと思ったんであそこ超ワードスターヒップホップにお願いして、うん <laughs> はい、でなんか2012年ぐらいで。 でもバあのワールドスターヒップホップにお願いしてたんだけど、はい、いや名前がないからお前だめだよって言われてたんですけど2018年に一応バババレンシアがワールドスターヒップホップにも取り上げてもらってるんであそうだったんだそうす<ー>だからワールドスターヒップホップでバババ,バレンシアがって検索したら出てきますからねミュージックビデオヤバ <laughs> いっすね <laughs> 日本人であれ乗っている人数人じゃないですかねですよね あとあのあの踊りあるじゃないですかパレンシアガと,とかもそうだし t i k t o k e かとかもそうだと思うんですけどあとはなんかやっぱ周りにダンサーとかも多いんでういうたまになんかこう TikTok でこれ踊ってとか言って、はい、踊ってもらってああこの振り付けかっこいいと思ったらそれ取り入れたりもしますね。えんかそれも相まってやっぱすごいなんか <laughs> もうなんか TikTok プロみたいなもう感じするっすよね。 いやーありがとうございいますいやマジで、うん、なんかじゃないですかって音源と俺ちょっと調べたんですよね、うん、TikTok の成り立ちみたいなの調べたら、うん、なんかもともとインスタグラムってそのアマチュアの人がフィルターをつけてそれっぽい写真を投稿できるようにしたのがインスタグラムで懲罰したらしいんですよはいで TikTok がその流れで要はアマチュアの人が動画をそれっぽくするために BGM をつけて動画を編集して誰も出せるようにしたのが TikTok らしいんですよなるほどそうなんですよなんか音源と動画ありきのプラットフォームらしくて、はい、だからダンスとかめっちゃ それで多分翔さんは多分もうなんていうんですかねもう感覚的に本能でもうやってるんだろうなっていうあでも一番 SNS で一番最初に100万フォロワーを超えたのは TikTok なんで、はい、あまあ相性いいのかもしれないですね YouTube もすげえもう十何年もやってるけどいまだに27万人とかなんで<ー>だから 一番短い期間で一番フォロワーは伸びたっすよね、<あ> TikTok が TikTok。TikTok 爆発デやばいっすもんね。やばいっすね。でもまあ、YouTube やってるんで、YouTube もしっかり結果残したいですけどねそ。そうっすよね。はい、でもね、それもちょっと俺、分かるんですよ。分かる、まあ、そのレベルは全然違うんですけど。いや、とりあえず、いすごいじゃないですか。いや、全然、<や> TikTok はやっぱすごい伸びて、ショーツとかすごい見てくる人多いんですけど、やっぱ YouTube の本編とか見てくる人結構少なくて、なるほど。そのなんか、ぜひそっちを見てほしいというか。いや、間違いないっすよね。そうなんですよ そっちの方がやっぱもっと深く知るじゃないですか長くそうっすねそうですよだからどうせなら本編見てほしいなっていや間違いないっすねいやもう長尺を見ないとダメっすよダメ <はい S 2> <laughs> うんやっぱりあの短い動画好きになったらその人をもっと深くしろみんな,みんなそうですよねもっと深くしろ皆さん,<う>ん本編 YouTube ね翔さんのうもそうだしゴールデンラッシュポッドゲストももっ本編見てくれたら嬉しいです いやお願いします本当に <laughs>。その人のね、15秒好きになったら、うん、その人の1時間は絶対楽しめるよ。ーうん、ワード絶対そうですよね。絶対そうです,、ね、す,すね。ありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> <laughs> そうですよね。十何年やってきたのか超先輩やな。 でも YouTube はマジで本当にもう考えると3日間ぐらいずっとそんなこと考えてるし、ね、何やってもうまくいかない時うまくいかないからやっぱでも考えるの楽しいですよね,まう,すねうまくいかなくて考えてちょっと調整しながら結果とか数字ついてくると、うんはい、なんかそれはそれでまた自分も成長できるしなんかすげえ意味あるっすよね確かに、はい、いや本当にでもこういうコンテンツやってるこのなんかシェアできる ものがすごい俺はすごい嬉しいですあ,ありがとうございます<か>いや僕も嬉しいですい<や>こういう話ができてそうですよね、はい、なかなか話せるとこないじゃないですかや,っ,ぱいやだってやってる人少ないですもんねそ,<う>そもそも発信を続けてる人が、ねそ,もそ,もね、そうなんですよ <laughs>、はい、続けるのむずいなと思うんですやっぱ何よりもコンシスタントに続けるっていうのが一番むずいじゃないですか、はいはい 相当タフなすよねいや本当タフになるっすよねマジで今まで三日坊主だったのにこれ三日坊主じゃ終わんないじゃないですかそうっすよねすげえんか自分もなんていうんですかね厳しく成長できるっすけどねすごくねそうっすよねやばいよなそっかいやでもコンテンツずっと出し続けてる詳細にはかなわないですよねマジでいやとんでもないですよ全然全然これからなんではいえちなみにあれあれじゃないですか職質顔パスってあるじゃないですかガチで顔パスなんですか今もう えっと、あれは勝手に僕は決めつけて言ってるだけなんですけど <laughs> あのでもあの言い切ってますねそうやって僕あほぼあの残念なことに一番僕の YouTube のコンテンツで一番数字が取れるのが職質だったんですよでも職質カーパスになることによって職務質問の動画アップできないんでここ数年は僕の YouTube すげえ再生数落ちてマジで頼むから職質してくれよ警察って感じますよだからあの。 本当にだからほぼほぼ直質カーパスになってしまったんです <laughs> もうそうなんですね。はい、やば。だからまあリアルにほぼほぼ直質カーパスです。<laughs> はい。すごいっすよ。なかなかラッパーだったら絶対直接されるじゃないですか。結構タトゥーも多いし。いやそうですね。カウパスじゃんで。<laughs> いや間違いないめっちゃ受けてたんで。<laughs> はい。すごいうことですよね <laughs>。そうなんですよね。<laughs> みんながショーは警察官の仲いいよねってよく言うんですけど、はいうん、でも、僕の本心では最初そのそも、そもそもノルマのチケットとか売らなきゃいけなかったりする時って、うん、ライブ前とかも,もう外でお客さん少ない時はもう客引きみたいなこともするわけじゃないですか。 だめ、まあ、なことなんですけどうん、うん、でもやっぱライブを盛り上げるためにはそういう泥臭いことをやっていく中でう、ねうん、外にいるとやっぱライブの10分前とかに警察来て、はい、ライブ10分前でやってる時に試食室とかよく10年前とか受けてたんですよ。<laughs> きつ<ー>で「はい、すぐ終わりますよね」って言っても、はいうん、終わらない時があるんですよ。 その,イベントの主催者と時にだからなんか自分の中でいやもう警視庁のあの「ダメ絶対」なんかよりもラッパーが放つその薬物はやめろみたいなメッセージの方が全世界に届けてやるよみたいな,なんかそういう反骨心もあって生まれてるんでだからなんかそのみんなが「昭和警察の仲いいよね」みたいなことを言う人いるんですけどいや決して入りはそうではなくて結果はかはい。あの結果なんか。 警察に気づいたらファンが増えてるだけであって別に仲良くしたいわけでもな,らない。僕はフラットにみんなを言いたいんでっていうのがありますよね。はいはいはい、なるほどです、ね。はい、そういうもんなんですね。そうなんですよ。確かにそれについてもちょっと気になってたんですよ。やっぱラッパーで。はい 結構 NWA から始まりエフト・ポリスみたいな結構警察官バビロンみたいなそういう敵対支援みたいな流れは業界では絶対あるじゃないですかある程度の中でそれでどういうふうに思ってるのかなというのはちょっっと気になていたでそれもそもそも NWA が旗みたいなファックなパオレースでバーって破って出てくるじゃないですかビデオとかも。で それはもう当然の話であってもう歴史とか背景とか考えたらもうとたつもないやっぱりそういう差別もあってあのそこからエネルギーがあの曲になってであれが社会現象になってたと思うんですよでもじゃ今ここ日本でそれをやってもそれはまた逆にフェイクだと思っててそもそもそ,もそこまでファックだポリースって言う必要ないじゃんっていうだからそれはやっぱ国とか社会背景が違ってでその中で もちろんでももちろんファックダ・ポリスって人もたくさんいると思うんですよ、そそこによって一生あ、なくてのうんだろう、檻の中にいる人もいるわけだから、うんうん、確かにだか自分の活動が制御されてる日本のラッパーもたくさんいると思うん、はい、で、それはそれでリアルだと思うんですけど、なんか俺は、すごくそこからもインスパイアを受けてて、ファックダ・ポリスから、だからその真逆を、じゃあ俺は日本でいるんだからやったら面白いだろうなっていう、うだからそこからもアイディア、NWA からもアイディア、結構、迷いそういうことか。はい なるほどっすね。はい。はいはいはい。結構真逆行くの好きなんで。はいはいはい、確かに。でも当時は、あの、あの中でファクダ・ポリスってすごい。すごい。なんだろう。殺されてもいいやぐらいの覚悟で、多分歌ってると思うんですよね。確かにそうです。ジャイ背景があるから、やっぱり日本って全然レベルが違うんですもんね。そうですよ。確かに。だから、なんか自分がじゃ、あ日本でそれぐらいのことするんだったら。 あじゃあ俺が薬物はやめなってたらすげえみんなから多分相当的作るよなみたいなでも俺ここ覚悟決めていこうみたいなはいなんかそれぐらいのことをしならやっぱラッパーだめなんだろうなみたいなそうですよねはいだからそういうとこからインスパイアを受けてるのあるかもしれないですねすっごいなるほどですねやっぱすごいなんかな,なんだろうやっぱその世界を見ているけどすごい日本にいる自分ショーっていう人間をすごい考えてとか、はい、なんか結構そういうのも結構もう あるのかなっっていううめっちゃ思ですねで日本のこれキャラクターも相まって海外でつななんかこう受けてるじゃないですけどこのみんなに好かれてるファンができてる、はい、受け入れられてるっていうのがあるのかなってちょっとなんか話聞いてて思ったっすねいやありがとうございますいやあでもこれは言いたいのは、はい、あの今音楽を自分が続けられてるのは、うん、間違いなくあのもう十何年前からこう「おい,はい、はい、俺のライブのチケット買ってくれたり」とか。うんうん あの俺の音源聞いてくれてる日本の熱いファンがいたから、そこのベースがあったから今続けられた結果、たまたま海外でも広がってるから、まあ日本の熱いファンにはめっちゃ感謝してですね。なるほどですね。うん、結構なんか俺的にはやっぱその結構俺がこの まあコンテンツやり始める前からやっぱそのヒップホップの界隈に割とその友達とかもいて割と自分もヒップホップ好きだったっていうのもあるんで結構つながってたんですけど割となんか界隈が結構違ったのかなっていうの結構あってどういう感じなんですかやっぱで当時しかもヒップホップやってる人少なかったじゃないですか多分翔さんが言うとこれぐらいとかって。 そうですね、確かに確かに今めっちゃやばいですもんね今、やばいですもんらしかもうまいラップみんなうまいしみたいなみんなラップできて当然だし音源みんなかっこいいしみたいなやばいですよね今結構どうなんですかね割と俺、あんま知ってるラッパーとかあんま俺知らなかったっていうかあ、日本でそうです翔さんとつながってるラッパーみたいな友達みたいなラッパーが結構割と少なかったんですよね自分の今までのああなるほどでも確かに イベント出てもやっぱりそうですよねもう大体決まってたんで横浜だったら誰誰誰誰誰東京だったらもう誰誰誰誰誰決まってたんでその中で自分はんかもちろん繋がってはいるんですけどいろんな人とその中で差別化を図るために自分は自分なりにやってきたっていうのがあったんで。 あべフィーチャリングとかしないですもんね他のラッパーとそうですねでもなんか最初のアルバムなんかはそれこそ一緒にやった G3 だったりとかフィーチャリングも何組かはやってましたけどはいはいなんかとある瞬間からなんかうんうんあちょっとこれ俺フィーチャリングなしでいこうって思う瞬間があったんですけどああ、はい、でもそのフェーズはまた変わ変わるかなっていう感じですねあ本当ですか <はい S 1>、えー、そうです,すねそうですね。 でいろんな音源とかで割とその結構今の,、まあ、若,い子のラッ若いラッパーとかがまだ20代とかのラッパーが周りに自分多いのもあるかもしれないですけど結構みんなフューチャリングしてるし <laughs> アルバム出すとかそうす、ね、EP 出すって言ったら結構フューチャリングしてる感じのイメージ <laughs> 俺の中で結構あったんで,あでもなんか去年ぐらいからはい、はい、それもなんかちょっと自分の中で、あのー、ちょっと溶けてて、はい、まあ100円ではあるですけど例えば日本だと。 えっとまあ、数年前はヤングハウスく、うんのえっとアルバムで入ったりとか去年はウィークドロスの客円で入ったりとかフューチャリング全然してこなかったんですけどはいまあ最近はちょっとずつなんかフューチャリングも参加したりとかそういうになってますねなるほどですね次のリリースわかんないですけどこれからもっと違うフューチャリングとかも考えてるかもしれないですかそうですねまあいろいろやっていきたいですよねトゥアビスコットファビーフォーリン <laughs> カーニエウェス まあいろいろやってきたいですよね。いろいろやってきたいっすよね。見てる僕がやっぱでかいっすよ、ね。いろいろやっていきたいっすよ。<laughs> はい。<laughs> すげえわ。マジすげえぞ。はいろいろやってきたいです。いいっすね。あのまあその作品の話でいくと、やっぱ結構いろいろ出してると思うんですけど、今までで思い出が深い曲だったりとかあるんですか？全曲やあの思い出はあるんですけど、まあでも最初に2007年に作った、うん、その Never Give Up って曲あるんですよ。はい、それはめちゃめちゃ 思いでですね、うん、今でもたまにライブで歌うしああそうなんですねでも,もう本当にやっぱりこう世界突き抜けてる曲は俺の中では手応えあるんですよ、うん「あの片落ちゴールドベーンツ」とか、うん「ハイライクスシー」like、とか「ババア・バレンシアガー」とかそうなんだけど100曲以上作ってきてるんですごいそのシリアスな曲もあって「ザ・スクリーム」って曲だったりとかもともと僕 マンブルラッパーじゃなくて、うん、同じフレーズを全然言わなかったラッパーなんですよ。あそうなんですごいシリアスなどっちかっていうとちょっと暗めなお音を作ってたんですよねずえだからそういう意味ではそう今になってそういう音もみんなには聞いてほしいなっていうのはあるんですよね。うんうん、そうするることで逆に今作ってる俺の ちょっと明るるめめの曲も楽しからみたいななるほどですね振り幅みたいな部分もあったりとかはこいつも人間ってこんなに変わるんだなみたいなのは感じれるかもしれないですよねなるほどですね A 面 B 面みたいなはい c d そうですねえじゃあその「ザスクリームだったりとかそうですね「ザスクリームと「NEVERGIVEUP!」は昔の曲ですけど聴いてほしいですね多分今この SN s 社会だからいろんな悩みとか 抱えてる人多いと思うからそう,、ね、まあそういう人には絶対なんか何かしらのメッセージ届くと思うでですすねね、はい、なるほど思うところすごいたくさんあると思うし多分伝えたいこともたくさんあると思うんですよねでも結構炎上さっきも炎上の話だと思うんですけど結構叩かれてるとか、はい、結構イメージは結構俺の中でもあってテレビ番組でも取り上げられてあれですよねあの田村淳史さんの地上波ではだめ絶対。 の日本一たかれたラッっ,っていうふうに紹介されたと思うんですけど、はい、これはなんか結構今まででこんなたたかれ方したとか今まで一番炎上したなとかきつかった時とかあですかああそれは当然「薬物はやのな」なんて歌ってるんで、うん、あの毎曲、まあ、言ってるんでもうそれこそライブ中にあの妨害されたこともあるしあそうなんだそうだしまあそれでも。 やっぱり俺はメッセージを放つ必要があるなと思ってるし言いたいことを歌うことがラッパーだからだ逆にいいと思うんですよみんなが自由であの薬物やろうって言ってるラッパーそれがその人のリアルだったらそれはそれで僕は受け入れようと思っててそれはその人だしと同じように俺は薬物やめろっていうメッセージもあるしだからみんながみんなそれ言いたいこと言うのがラッパーだからでもそれを日本でやってしまうと。 これ大変ですね <laughs> 言いたいこと言ってやりたいことやってアップしたいものをアップするともうとんでもなくやっぱりこう叩かれるなっていうのは学んだしでも結果それで自分に嘘ついてやりたいことをしなくなったりとか言いたいことを言わなくなってしまったらそれこそ今までやってきたこととかも意味ないなと思うんで。 なんで最近はまた初心に戻ってちょっと最近整備してたんですけどやっぱり言いたいこと言ってやりたいことやってこうっていうのは思いますよねうんまあその結果が多分みんなから相当な冷たい言葉を浴びた時期も相当ありましたけどねまあ具体的に言ったらきりないですよもう普通にもう多分普通の人だったら自殺してるような普通に死ねお前 殺すとかお前いついつライブでどこ行って殺しに行くぞとか,かそんなもう全然普通に殺害予告なんも普通にありましたし普通にその何度もあったしうんそうあっあたし例えばいろいろあったすうんあったし実際にライブを妨害するのもさっきも言ったあったしでもまあそれでも俺はやっぱり。 言いたいこと言うのがラッパーだと思ってるんで、まあそこは変わらないですよね。は,はい、はいうん、いい。いですね。え結構なんかそのだし逆に、うん、あの補足すると、はい、その人たちの感謝してです。あ逆に逆にその人たちのあのが俺にガンガンいろんなこと言ってく。 してくれるから、ショーというキャラクターがより強くなって、このこいつ何なのっていうそのなんか変なこのブランディングができて、それが異様なラッパーのこのスタイルに変形したんで、だから感謝してですね。なるほど。その俺にでその人たちもフィルターがない声なんで、あの他の人に言っちゃ絶対ダメだと思うんで、それはやめてほしいんですけど。 フィルターなしで俺にてめえにやろうって言ってきたわけだと思うんでうん、うん、さっき言った言葉もその人たちにとってもリアルな言葉じゃないですかそれは確かにまあそうかもで,、ね、でもそれは現実世界では言えないけどネットを通しちゃったら言えるんだったら、うん、まあそれはそれでリアルだけど俺もリアルなこと言ってるんだからうんリアルな感想が来てそれはフィフティフィフティ,ィ,ィじゃんって話だから、ね、だからそれはあの俺は逆にそういうのも含めて自分ができてるんで感謝してるんです、ね、全てに対してはい。はい それもラッパーだと思うすすげえパワフルだなそって海外じゃそうじゃないですか当たり前よりももうこの前もカーリー・ビーステージからマイクぶん投げてましたけどでもでもやっぱりラッパーってそういう世界だしって俺は思うんでなるほどでもそれが分からずにただ単に憧れてそれをやってしまってちょっと違ったっていう人たちも多いと思うんでそれはちょっとそのやっぱりカルチャーをじゃ もう少し学んでからやった方がよりなんか何か言われても受け,受け取り方が変わってくるから変わってくるかなっていうのはあるですよね。うん、なるほどですね、はい、えあれとか作んないですか,そのなんかそのディストラックじゃないけどそのアンチコインで対してディストラックとか作んないですかとか「この野郎」とか「はい、札束」の曲は、はい、もろやばいですけどね <laughs> ちょっとなんかバースだけだっていいですか ドリルハマる俺の声は神からの贈り物あいつもそいつもこいつもただの自己満独り言言葉の壁越え心に届ける多いのフロー人気者音楽自由ラッパ自由勝手に決まるような禁止事ソウルが違いだバイブス違いだ見とけこの野郎俺は違う俺は光る本物見たけでここだろう怒りからも笑いが起こる新時代の俺がお日本アメリカドイツ次に罰る国はどこだろう社会に俺は不合格でも俺は広がるグローバル次抜けて認められて結局視界に合格アソ遊んであるように見えてず 仕事してるの。食えるべくして、弱くここまで来てるの。海、声、広がる、大アナ来てるよ。どこでも流れる、ゴールベンツ行けるぞ。小さなわけお収まらないから水が作るぜ、ビッグエン。広がる前からハスをハウ、作り作ったミクセル。この生き方、チェが正真正銘のヒップホッパー。路上でハスに進化、ネットをハスにティックトーカー。同調圧力、逃げ出し、解放を引くぜ、自分のレオ。歴史を塗り替え、信じるさる。崩され、自分のペース。 まあ、これなんか、なんか、今の、なんか、こう、起きてることを、まあ。ストレートではないんだけど、なんか、放ってですよね。これ、この野郎って曲のワンバース目かな。はい。なるほどですね。これは。あれですか。最近の。アルバムあこれは、最近のゴールドマネーっていうアルバムの。はに入ってですね。はい。なんか、先月、今年ですね。そう、四月ですね。結構、曲多いですよね。十六と,とか。十今回、そう、今回十九曲で曲だ。 あのトラビス・スコットの「ユートピア」と曲数は一緒にかぶっちゃった、すいません、トラビス・スコットのファンの皆さん、すみません、曲数かぶっちゃいました、<laughs> ちなみに僕の方が先に出してました、なのでパクってません、<laughs> そうだそ、ユートピアも確かに、そうか、19曲だ、そうなんです、だからやっぱりこの<おー> <laughs> 感じ合うんでしょうね、そうですよね、うん、何かしらでそこで、ね、なんか数字はね、やっぱりこう、つながり合うものがあったっすね、そこは。なるほどですね。 そうかそうか。な <laughs> るほどですね。すげえな。いやでもなんかもうこっからの活躍とかもすげえ楽しみっすわ。あ本当ですか。日本も含め<ー>海外も含め。なんかすごい今回こう話して、すげえそのなんか翔さんの人柄とかもそうだし、考えていることもすごい分かったから、俺も多分そのなんていうんですかね、コンテンツ消費してる側だったっす、ね。全然、はい、もちろんいろんなこところ見させてもらってるし、うん、何度も拝見させてもらってるし、まああの音楽でも聞いたことあったんですけど、めっちゃその 人柄をこうガッてこれだいする何かあれがなくて今までなかった今回こうお話できてすごいなんか伝わったしなんかめっちゃ食らいましたいやめっちゃ嬉しい逆に僕こそそのなんかこういうことってなんかラジオとかでもその MC さんによってやっぱ言えなかったりするんですよね理解してどうせ話してもこれ理解してくれないから理解してくれないことを話しても意味ないよなみたいな。だから こういう話をしたいんだけど理解してくれる人なかなかいないよなと思ってて YouTube 見てさアイザックさんやっぱりかなりいろんな人と話しててこうヒップホップとかすごいじゃないですかこう知識っていうかだからアイザックさんだったらこの俺が話してることをあ話したいわみたいな思ってでインタビューあのしてくださいってお願いしたのもあったんでだからこの機会作ってくれてめっちゃ嬉しいですねありがとうございます。<laughs> い マジですげえいい時間だったっすあ。ありがとうございます。はい、マジでありがとうございます。ちょっとあのゴールドマンにも出てると思うし、まあ、これからもどんどんいろんなリリースがあると思うので、ぜひぜひね、YouTube、TikTok、Twitter、いろんなものをチェックしてもらって、翔さんの活動を応援していただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。STIME!YESE! ということでまた次回会いましょう !Peace! ありがとうございました。ありがとうございました。い,いやー、楽しかったです。最高だったです。俺も楽しかったです。ありがとうございます。